US レーシングの編集長でフォトグラファーの斎藤和樹です。今回もこの10ミニット,トークをご覧いただきありがとうございます。毎回インディーカーの情報やレース撮影のノウハウ、アメリカの現地情報などをお届けしていますので、ぜひチャンネル登録お願いします。もし気に入っていただいたら、いいねやコメントをいただけると嬉しいです。はい、えー、4回目となる今回は、 F1 に通算で10年参戦していたロマン・グロージャンのインディーカー参戦についてお届けしたいと思います僕自身 F1 までチェックする時間はあまりないので、えー、今回はですね自分の勉強のために作ってみましたまず発表内容からなんですが、まあ、10年間戦ってきたキャリアを持つ F1 ドライバーのロマン・グロージャンがですね デイルコインレーシング w i ズ r w r のドライバーとして2021年からインディーカーに参戦することが決定しましたカーナンバー51をドライブすることになりますロードコースとストリートコースのみでオーバルは未定というふうになっていますこの件に関してはですね後ほど彼のコメントでも紹介していきたいと思います今後ですね、まあ、開幕戦4月18日ですが その舞台となるバーバーモータースポーツパークで2月22日にチームメートのエド・ジョーンズとともに初テストを行う予定となっていますロマン・グロージャンの経歴なんですけれどもまあ10年戦ってきたということもあってですね現在34歳なんですね1986年4月17日生まれということでフランス国籍 なんだそうです生まれたのはスイスということで、まあ、二重国籍なんでしょうかね。2011年の GP2 チャンピオンということなんですが、えー、5勝をマークしていますね。素晴らしいです。で、F1 はですね、2009年にルノー、2012年から15年がロータス、2016年から20年がハースということで、 通算10 8戦をマークしています、えー、通算10年9年連続で不安に参戦し最高位が2位2回そのどちらも北米で記録しているそうで、えー、カナダのモントリオールとテキサスのオースティンだったんですねで表彰台には全部で10回上がってまして年間とランキングベストは2013年の7位ということになります はいえー、2位が2回ということで、あともう一歩だったわけですね、優勝まで。はいでデールコインレーシングなんですけれども、ちょっとおさらいも兼ねてですね、えー、もう一度、どんなチームか振り返ってみたいと思います。元インディーカードライバーのですね、デールコインが、で知ってました、皆さん <laughs>。実はデールコイン、元インディーカードライブしてたことがあるんですね。 1984年に設立して今年で38年目を迎えますチームは現在まで6勝を挙げていて直近は2018年の開幕戦セントピーターズバーグでセバスチャンブルデーが優勝してますねでポールポジションはこれまで2回取っていますでほとんどのチームがインディアナポリスなんですけれどもデイルコインはですね 地元がシカゴということで、まあ、ダウンタウンから大体40マイルぐらいのところなんですけども、えー、そこにですね、えー、チームの本拠地がありますで昨年2020年はですね日本のチーム GO と共同でスーパーフォーミュラに出ていたアレックス・パローを走らせていましたよねで、えー、3戦目のロードアメリカの第一レースでですね初表彰台となる3位を獲得しています 最終的なランキングは16位ということでしたね。で、2021年はですね、グロージャンの他に2018年から続いていたジミー・バッサージェームズ・サリバンのとのですね共同チームを継続して、えー、ウィズ・バッサー・サリバンとしてエド・ジョーンズを走らせるんですけれども、このジョーンズはですね、2017年に インディカにデビューして、デイルコインレーシングでルーキーオブザイヤーに輝いているんですね。はい。ということで、えー、また、まあ、デイルコインに戻ってくるということになります。で、グロージャンはですね、デイルコインレーシングウィズ RWR というふうにあったんですけれども、これはリックウェアレーシングの略でして、えー、ナスカーやイムサ、スポーツカーですね、に参戦するチーム、 たんですけれども昨年2020年のインディー500で初めてデイリー・コイン・レーシングと共同で参戦しジェイムズ・デイビソンっていう皆さん覚えてますかねオーストラリア人ドライバーですけれどもをエントリーしていましたで6週目にですねブレーキトラブルでリタイアしてあの最下位の33位ということになったんですけどもあのブレーキローターがメラメラと燃えてたのを ね結構インパクトありましたよね。はい、あのドライバーですね。で、今回の、グロージャン加入に対しての、えー、デイルコインのコメントなんですけれども、GP2 で9人が F1 に進出した年だったと思うけど、35ポイント差でチャンピオンになり、とても感銘を受けた。というふうに、えー、グロージャンのことを語っています。F1 では、 上位2、3チームしか勝つのが難しいが、我々のようなベスト4のチームでも、彼がまだウィーナーであることを証明したい。一緒に戦うのは本当に楽しみ。というふうに言っています。で、ヘッドエンジニアはですね、フランス人のオリベボアソンという人が担当するんですけれども、まあ、彼らはすでにスイスでクリスマス休暇を一緒に過ごしたと思うということを言っていましたえ。フランス人コンビがどうなるのか。 楽しみです続いてロマン・グロージャンのコメントを言ってみましょう「F1 を10年やった後のチャンスとしてさまざまな選択があった中で自分がやりたいのはインディーカーだった」イモラの前にデイルと連絡を取り「僕を乗せることにとても熱意がある」と感じ僕も好印象を持つことができたこのシリーズはとても競争が激しく車を運転して楽しそう。 僕が好きな古いタイプのコースも素晴らしく、ロードアメリカ、ミド・ハイオ、ストリートコース、ラグラセカなど、20年前からビデオゲームで楽しんでいたで。やっぱりゲーム世代なんですね。もうこの年になると。まああの、アイレーシングもかなりやり込んでいるっていうようなことをも何かで、えー、見ましたし、まあ30代のドライバーとなるとほとんどが、えー、ゲームでですね、 楽しみながらその感覚を磨いてきたのかなっていうことなんでしょうね。で、コメントの続きです。インディーカーの YouTube チャンネルを過去3年分夢中で見て自分が何をすべきかを学んでいる。ローリングスタートからピットストップ、マシンの学習など学ぶことはたくさんあるが挑戦する準備はできていて正しい判断だった。 左手は人体が引っ張られたのを手術したが、すべてうまくいって順調。まだ傷が残っていて見にくいし、2月22日のテストは100%じゃないけど、十分な走りができるのは間違いない。開幕戦には準備ができていると思う。と語っていますね。で、インディーカーにはパワーステがないのを知っているので、フィジカルトレーニングという点でかなりジムに入っている。 そこを勉強し直さないといけない。で、車は F1 のようなハイテクはなく、少し遅いけど、レースそのものは見てきた限り全てにおいてずっといい感じだ。その点ではとても興奮している。インディーカーはトップのシリーズだと思うし、他にはないセクシーさもある。運転するのはとてもエキサイティングだ。ということなんですね。はい。<laughs> セクシーさっていうのがなんか、えー、気になりますね。セクシーネスっていう風な言葉を使っていたんですけれどもね。セクシーネス。まあ、性的魅力とか、そういう意味もあるらしいんですけども。いや、なんてこう、<laughs> 訳したらいいのかなっていう風に思ったんですが、はい。えー、一応、セクシーさがあるということにしました。<laughs> で、オーバルに関してなんですけども、 えー、オーバルはもし僕が25歳の独身だったり、子供がいなかったら間違いなく走っていたと思う。昨年の11月29日、2分45秒の間、彼らは父親を失ったと思い、妻を、夫を失ったと思っていた。えー、これはあの、バーレンの事故のことですね。彼らをそのような状況に戻すことはできない。今はスピードウェイはダメだが、ゲートウェイを100%ノーとは言っていない。 シーズンの経過次第というか、ショートオーバルでテストしてみてからだ。100%イエスとかノーとか言えないけど、今のところスピードウェイでは家族の面倒を見る予定ということだそうです。はい。あのような事故があった後ということもあってですね、家族も心配しているということなんだと思います。 あの、車とかインディーカーのそのシリーズ全体に慣れてくれば、いずれはスピードウェイの方にも参戦するんではないかということで、うんまあ、特にあの、インディー500をね、やっぱり本人も走りたいと思っているはずでしょうし、まあ、そのあたりはですね、まあ、今後いろいろ様子を見ながらということなんではないでしょうか。はい、ということで、これはですね、あのー、まあ、最後に、えーまあ、デールコインの ウェブサイトのニュースのトップページですねが左側で右側がですねえ彼のツイッターの参戦発表についていた画像なんですけれどもあのすでにこれカラーリングが決まってるんですかねこの黒にですねブルーと赤のラインが入っている感じで なんかあのスポンサーのロゴのようなものも入ってますけどあのスポンサーに関してはですね、えー、あと数日で発表できるっていうようなことをコメントでありましたねはいなので、えー、どのような体制に最終的になるのかそのあたりもですねまあ注目していきたいなっていうふうに思います はい。ということで、今回はですね、クロージャンのインディーカー参戦についてまとめてみたのですが、いかがでしたでしょうかあの、もし、よかったらですね、えー、いいねをクリックしていただくと、YouTube のアルゴリズムでおすすめの動画の上位に来るそうなので、まあ、多くの方に見ていただくためにもですね、ぜひよろしくお願いします。では、また次回もご覧ください。お疲れ様でした。